に腕お菓子したか聞くけこんなにもさしすせソフトクリームゴーゾロップで。ありがとうございます。さあすごい何かを言いたそうな目をしてそうですね、ものすごい目が喋っていますけれども、じゃあお話を、いやいや、てーてーっていう顔しないでくださいよ、はい、教えてください。何から、はい、何から伝えればいいのかじゃないです。何からいい、いや、それはこっちが聞きたいんですよ。いいですか。はい、お願いします。アフレコの、じゃあまずテストの時の話から、うん、ちょっと待ってください、これ長くなりそうですよ。聞きましょう。聞きたいんですけど、はい、まあ、要はこれ、オンエアになってるものは私たちがこう本番で撮ったテイクなわけで、そうですね、やっぱりキャラ同士のセリフが被っちゃうと別撮りになってしまうんですよね。一人ずつじゃあ撮りますって言って、後でちょっと絵に合わせて調整とかもできるように、はい、っていうのなんですけど、テストは一緒にできたんですよ。ちょっとキリッとしたな。目が一緒に花ちゃんと一緒に現場にいて、はい、うん、隣のマイクでできて、はいはいはい、できたテスト、要は同時進行で声を当てること、そりゃ、ね、そうですよね。それはそうですよ。できたんですよ。いや、だからそれは聞きましたよ。同じこと言ってるんですよ。これですわ。いや、違う何にも説明できてないと思う。でもまあまあ嬉しかった、ね、うんうん、実質磨いたことになったもんね。そうなんですよ。いや、え、どういうことですか。実質磨いたことになった。実質そうなんですよ。いや、違いますよ。実質磨いてないじゃない。私は実質花ちゃんに歯を磨いてもらったっていう既成事実がないんですよ。いや、脳既成事実ですよ、うん、テストで、はい、いや、テストでは、え、磨いてないですよね、花澤さん。あれ本番では一人一人磨きましたけど、テストでは一緒に磨きました。違う、一緒に磨きました。いや、すごい、やばい、やだな。この時のさくらさん、多分もう全然こっちのこと聞かねえんだよな。そう、性癖に刺さるって言ってくれて、はい、思いっきりはっきりと、そう、それがすごく嬉しかったんですよね、うん、あ、でも、うんうん、当然でもツイッターでもやっぱこのシーンかってなってます。伝説の名シーンと、うん、名シーン、ね、そう、うん、私真剣に考えたんですよ。何ですか。そう、なぜ性癖に刺さるのかってこと。あ、なるほど。論文やっぱ口の中を人に見られるって、うん、はい、すごく恥ずかしいことじゃないですか。まあ確かに。そう、確かに。それをあんな丁寧に磨かれてごらんなさいよ。ああ、ね、超エロいシーンじゃない。違いますよ。違います。そうじゃない。そうじゃない。みんな気づいて。やめなさい、やめなさい。そうだよね。違う違う、やっと。違う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 、え、何、オフ会。違うよ、これ公式の放送よ。ちょっと伊藤さんが引いてますから。そうだったかって。そうだったかじゃないと。何を布教されてるんですか。それだったかって、この気持ちは。違うよ、違う違う違う、そう、兄弟愛、姉妹愛のシーンですよ。いやいや、これからアニメ界で歯磨きシーンが流行るかもしれない。流行りますよ。流行るって、何、流行るって。これは今後多分エロスの象徴に違うっつってなっていくと思うんですよ。違うんだっつってそう感じてる人が、さくらさんがあまりにも先頭走りすぎて、はい、もう我々背中見えてないんですよ。本当ですか、はい、いや、でも、うん、だっていろんな人が名人だと思ってるってことはそういうことじゃないですか。そうだよ。いや、まあ、そうなん、みんな気づいてないけど潜在的に思ってたんだ。思ってますよね。思ってたの、ちょっとコメント見てみますよ。いや、だってパンツは見せられないのに歯磨きは見せられる、うん、そうなんですよ、ね、パンツは絶対画面に映らないですからね。そうそうそう、ちょっと待ってくださいよ。いや、そうだったのかってみんな納得しちゃって、やめてください。一緒だ、姉妹愛です。違うじゃん、そこじゃない。まあまあ、でも確かにすごいいいシーンだと思います。いいシーンでしょ。2人でね、ちゃんとね、本当のこと言い合いながらっていうシーンですから、うん、なんか四つ葉と一花の距離感がやっぱり二期は結構見えてくることが多くって、うんうんうん、確かに、もうなんか咲いたるって感じっすわ。感じっすわじゃないの。ずっとモマジで当分のイベント終わりのマクドナルドで喋ってんじゃないの。まだあるんですよ、これラストみたいに言ってるけど。さくらさん、何はしゃいちゃってんすか。生放送自体を締めにかかってます。ダメですよ、ダメです。まだある、まだあるから。